どうも皆さんこんにちは、石橋屋さんの石橋です。今日は、簡単に作れるボンゴレビアンコですね、アサリ旬の食材を使って安いし美味しいしということで、まあ、あと普通のパセリね、これもいろいろ使い勝手いいので1個買っといていただければ毎日いろいろ使えると思います。でニンニクみじん切り、で、まあ、鷹の爪、まあ、お子様がおられるお家は、まあ、別に使わなくてもいいです。でオリーブオイル、エキストラバージンがあれば、まあ、エキストラバージンでなかったら普通のオリーブオイルで大丈夫です。はい、さあで麺をですね、規定時間の1分少なく茹でてください。はい、規定時間の1分少なくで、なぜかと言いますと、ちょっと固めで揚げて、でアサリの、出た汁を、麺に吸わすということでございます。これぐらいの感じですね。あと、はい、油多めに、はい、入れてください。はい、オイル系パスタなので、はい、多い方がいいです。はい、大さじ3、4、5、大さじ5ぐらいですか。今一応麺が250g 入ってます。で家族4人分ぐらいの感じですかね。はい、でこのニンニクをこんな感じで色づくまで、でこの、まあ、唐辛子なんですけど、早めに入れると辛くなるし黒くなって焦げてしまうということで、これもギリギリで別にいいと思います。はい、辛いのが好きな方は結構早めに入れていただければいいかなと思います。まんべんなく色づくように、はい、こんな感じでフライパンを揺すりながら、はい、ちょっとニンニクがきつね色になってきたな、ちょっと分かりますかね。このタイミングでアサリ、砂抜きさせてます。これを入れます。で、まあ、どんな感じで蓋開いていくのかなって分かりやすく、今日はガラスの、蓋で見ていきたいと思います。はい、ここで一気に蒸し焼きで、アサリの、エキスを出させるんですね。ここでさあ、こんな感じでパカパカ開いていくと、言ってるうちにパカパカ開いていくと思いますが、あ、麺がねもうあと1分しかないんで、結構ギリギリでやってるんで、分かりますかね、あと時間がないです。あともう40秒で麺が、規定時間で1分早い、これ8分の、麺なので7分に合わせてます。はい、こんな感じです。はい、これ早く開いてくれないとちょっと都合が悪いな。ちょっと一応弱火にしておきますね、麺はね。無塩で調節してください。はい、強火でずっとグダグダってやる。お、開いてきましたね。わかりますかね。腹がポンポンポップコーンみたいなもんです。はい。どんどんパカパカ、はい。アサリ見えますか？パカパカ。で、アサリの汁が。これで、大体全部開、あ、ちょっと麺になりました。はい。一回火を止めましょう。よし、はい、これでパカパカ開いていきますが、これで口が開いてないアサリは、死んでるアサリなので使わないで捨ててください。はい、はい、大体全部がこう開きました。わかりますかね、パーッと開いてますね。はい、アサリの汁が、お汁がちょっと出てますので、さあここにですね、白ワインですね、普通ワインとかでもいいです。なかったらみりんで僕やること多いですが、みりんはちょっとやっぱ砂糖入ってますので甘みが強いので、これ、まあ、あの一応ワイン蒸しみたいなことですよね、あのアサリの。はい、結構大胆にざっと入れてください。ここで、臭みを飛ばして旨味を閉じ込めるというね、見てください。これ鍋をこう揺すると油と、出てきたアサリのエキスとワインが全部、一つになります。これ乳化というんですけどね、乳白色になります。旨味を閉じ込め、臭みを煮合わせて、乳化の状態です。はい、さあこの状態でですね、ちょっと時間経ってしまいました、すいません。麺を移します。移します。はい、これで、はい、少し固めに仕上げてあります。規定の時間より少なくと言いながら喋ってる間に
キップを過ぎてしまったかもしれませんが、まあ、少し深めに仕上げます。さあ、この状態でアサリの先ほどのエキスを麺にしっかり吸わせます。汁がね、パーッとするぐらいの感じで、ちょっと一回弱火で待っていただいて、でさあ、この隙にこのパセリをみじん切りで、粗めでいいです。パセリも臭みをね、なくして、で風味を、よくする効果がありますので、はい、で、ちょっと、ま、少しだけここで一味を入れておきたいなと思います。まあ早く入れすぎると子供たち食べれなくなっちゃいますので、はい、さあ入れます。さて、これで混ざって混ぜます。どうですか、彩りいっぱいいいでしょ。これの方がわかりますかね、汁がこうタラーンと、ね、これまた水っぽいです。これがタラーンとするぐらい、あ、まだね、これ味を入れていないので、本当にアサリの塩分だけで、まあ、味がついています。うん、で少し塩コショウ、シーズニングなど好みの調味料で味を整えてあげてください。塩コショウでいいですけどね、はい、ボイヨンとかを使うとちょっとアサリの旨味が飛んじゃうので、よいしょ、よいしょ、ちょっと煮詰まりすぎましたね。そう、タラーっていう感じがなくなったでしょ。ちょっとこれで、茹で汁を横に置いておいてください。茹で汁で少し戻すと、はい、煮詰まりすぎたら茹で汁で戻す、はい、これぐらいのタラーンとしたお汁が出れば完成でございます。一度味見をさせていただきたいなと思います。うん、うん、うん、うまいっすよ。そろそろ出し整えましょう。はい、さて、これで、一応アサリボンゴレビアンコの完成でございます。はい、盛り付けはね、もうトングで、こうですね、感じで、ちょっと、はい、感じで、ね、ひねりながらつけると、って感じでございます。はい、麺にね、いっぱいアサリのエキスが吸い込んでますから、はい。感じでございます。さあ、じゃあいつものように簡単にちょっと今試食させていただきたいなと思います。すいません、いただきます。うまい、また会えるぞ、さよなら。